ニコラス・ロッペスは、アメリカ合衆国入りのイシュー、ネイパービル出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。2016年の MLB ドラフト5巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、バーリントンロイヤルズで、プロデビュー。62試合に出場して打率。361。 6本塁打、29打点、24盗塁を記録した。2017年は、A 級ウィルミントンブルーロックスと AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、2球団合計で129試合に出場して打率。279、2本塁打、38打点、21盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。 2018年は、A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、2球団合計で130試合に出場して打率。308、9本塁打、53打点、15盗塁を記録した。2019年、マイナーでは、トリプル A 級オマハでプレーし、31試合に出場して打率35 3。353,3本塁打。 13打点、9盗塁を記録した。5月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、同日のテキサスレンジャーズ戦にて2番2塁手で先発出場してメジャーデビュー。この試合では4打数1安打1打点だった。この年メジャーでは103試合に出場して打率、2 4二本塁が30打点、1盗塁を記録した。 2020年は56試合に出場して打率。201、1本塁打、13打点を記録した。超打力には、かけるが瞬速攻守を誇る。ありがとうございます。